みなさんどうもおつかみ。今日は今から新宿三丁目にある夜パフェ専門店っていうところに行ってきます。初めて行きます。今ね夜の6時を過ぎたところです。パフェってなんかおやつとかお昼のイメージあるんですけど、どうやらそこは夜に食べるパフェの専門のお店みたいで、なんか札幌だと飲んだ後の締めはパフェみたいな文化そういうのがあるらしくて、札幌発祥みたいです。今からそこに行ってきます。どんな感じなんだろう。今日は黒のぴったりめのニットで、ここにビジューがついてるやつにこんな感じの大きめのダボっとしたカーディガン合わせてスカートを履きました。これで行ってきたいと思います。では出発。新宿三丁目駅に着きました。この4階です。あった、ここです。夜パフェ専門店着きました。何時まで？かわいい。メニューです。おしゃれ、おしゃれすぎる。これすごい、メニューがかわいい。ブラックスワン、どうしよう、どれにする。ピスタチオいいな。でもな、これをちょっと生で見たいっていうのもあるよな。でも秋だからかぼちゃもいいよね。でもこのガーベラ本物見たいな。でもこれも梨もかわいいな。なんか秋って感じだよね。これは困った。セットは飲み物がついてくるそうです。あ、これ思いっきりウイスキーなんだ。アルコールだ。うわ、スパークリングワイン飲みたい。あ、サングリアがある。え、きまーまい。ちょっと待って、ちょっと待って、考える。サングリア飲んだら死んじゃう。私3ヶ月ぐらいお酒飲んでないんだけど。え、私担いで帰れない。だよね。食べとくわ。あの大学時代の私を知っているから止めたい。このイチョウ並木と西洋梨バラカにします。こっちは、あ、どっちもアルコール入ってるんだ。来ました。はい、すごい大きい、美しいね。モナカ、柿のアイス、醤油のアイス。これがなんだっけ、西洋なしバラカ。大きい、すごい、おいしそう。下手が取れちゃいました。美味しそうだね。あ、美味しそうに撮る技術が欲しい。やばい、いただきます。モナカの上にアイスを乗せてって言ってたね。モナカを撮りました。営業しなきゃ。あまり撮れません。楽しみました。多分なんか違う気がする。いらない気も入ってくれたら。うん、和菓子を食べているみたい。秋って感じ。そう、秋ってね、何でも美味しいよね。芋も大好きだし、かぼちゃも大好き。大好き。芋けんぴとか大好き。うん、いや、めっちゃ幸せじゃん、今の時期。うん。でも今年全然秋っぽいもの食べてなかったからさ。うん、これね、醤油のアイスが美味しい。この中の
タイとタバレのゴロゴロしてあ、ひまわりね、これが美味しいね。なんか秋は美味しい。一生秋でいいわ。ないと思うんですけど、もうだんだんの形になってきたら、ゆっくり食べたいと思います。頑張らないです。最後の下の方がアルコールが若干入ってます。大人の味ですね。なんか久しぶりにアルコールっていうアルコールを感じてる。マジ、うん、やばくない？でも大した量じゃないんだけど、うんうん、久しぶりすぎて、ね、そうだよね。やば。セットにしてカプチーノを頼みました。器がすごい可愛い。何これ、シェルっていうのみたいなデザインだよね。貝殻みたいな。こっちのアップルジンジャーティーはどんぐりみたいになってる。これすごい可愛い。こちらをいただきます。おいしい。ごちそうさまでした。かわいい。これはい、ということで今日は夜パフェを食べに来ました。すごい美味しかったです。カフェ1個しか食べてないけどボリュームがすごくて美味しかったです。なんだっけ、渋谷と、あれどこだっけ、渋谷と表参道だっけ、どこだっけ、はい、ときますにもあるみたいですので、よかったら行ってみてください。では満足したので帰りたいと思います。それではちょっとでもいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れでー。お待たせー。じゃあ食べようか。